冠キツネザルは、キツネザル科に分類される猿。マダガスカル北部固有種、体長32から37センチメートル。お長41から51センチメートル。体重 1.5 から 1.8 キログラム。頭部にはアルファベットの V 字状にオレンジ色の斑紋が入る。種小名コウノタスは、冠のあるの意で頭部の斑紋に由来し、和名や英名と同義。オスは、背面が灰色がかった脳褐色の体毛で覆われ、頭部に黒い斑紋が入る。メスは背面が灰色、腹面が淡灰色の体毛で覆われる。また頬や下顎を覆う体毛が白い。乾燥した低木林に生息するが、近年では高地にある湿潤林にも生息する。複数の同性個体が含まれる5から6頭からなる群れを形成して生活するが、10頭以上の群れを形成して生活することもある。茶色キツネザルと混群を形成することもある。中高生だが夜間に活動することもある。食性は雑食で植物の葉、花、果実などを食べる。繁殖形態は胎生。5から6月に交尾を行う。妊娠期間は約125日。1回に1頭の幼獣を産む。生後20ヶ月で性成熟する。生息地では食用とされることもある。開発や放牧による生息地の破壊、食用の狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。